ハロー、皆様こんにちは、岩月です。今日も YouTube 見ていただいてありがとうございます。で、本当に今日タイトルにもあるようにプレッシャーがかかった時の話なんですけど、戦略であって技術ではないっていうことに関して深掘りしていきます。で、これを知ることによって、例えばプレッシャーがかかった時に失敗してしまうっていう可能性を軽減させることができます。で、早速お伝えしていきます。で、これどういうことかっていうと、プレッシャーがかかった時に何が起こりやすいかっていうのをお伝えしていきます。で、例えばこれが皆様が上級者であったりとか、まあ、わりかしも一つのスポーツを結構極めたとか、まあ、極めてなくても中級者であっても結構起こるっていう可能性があります。で、どういうことかっていうと、プレッシャーがあった時に何が起こるかっていうことを、ちょっと今テニスを使ってお伝えしていきます。例えばフォアハンドとかバックハンドの打ち方っていうのは、上手い人であれば考えなくてもできるんですね。で、何が起こるかっていうと、考えやすくなってしまうんですね。その理由はなぜかっていうと、不安になってミスしたくないから、どういうふうに打ったらいいのかっていう、この技術っていうところに考えてしまうんですね。で、これがどうなるか、これがあるとどうなるかっていうと、ミスする可能性が増えます。で、これはなぜかっていうと、考えながらやることと考えないでやることっていうのは違うんですね。で、これはまあ他の YouTube でも簡単にお伝えしている内容なんですけど、考えなくていいことを考えると、その結果パフォーマンスで落ちるっていうのは、これはよくあります。で、プレッシャーがかかった時になぜ考えてしまうかっていうと、不安になるからミスしたくない、結果ちょっと寂しい、皮肉ではあるんですけど考えやすくなる、その結果パフォーマンスが落ちるんですね。で、じゃあ考えるなっていうことは無理なんですね。じゃあどうやったら考えなくなりやすいかっていうのをお伝えしていきます。これが戦略になります。で、これどういうことかっていうと、例えばですけど、ボールをどこに打ちたいのか、ストレートに打つのか、クロスに打つのかとか、例えばどういう結果でポイントを取りたいのかっていうふうに、戦略っていうことに集中するんですね。それによって技術っていうことが考えなくなる、技術を考えたくないから、この戦略を考えるっていうことをしていくと、結果的に考えなくてフォアハンドとかバックハンドを打ってるってことになるんですね。で、そういうとプレッシャーの時にどうなるかっていうと、結果パフォーマンスが上がっていきます。もしくは結果、技術を意識しないからパフォーマンスが上がるっていうようなことになります。だから、なんで戦略っていうことをお伝えしたいかっていうと、例えば考えるなって言われると、どうしても人って考えてしまうんですね。なので、技術を考えないためにどうするのかっていうことで戦略です。どこに打っていこうか、どういうふうにポイントを取っていこうか、そういうところに皆様の集中を向けていく、そういうところを考えていくことによって技術を考えないっていうことが結果です。で、今後早速まとめていきます。で、本当にもうお伝えしたように、戦略であって技術ではないっていうのが皆様に伝わったかなと思います。で、本当にプレッシャーがかかった時、本当にどこで一番パフォーマンスを出したいかっていうのをしっかり考えてみると、どう考えてもいつもプレッシャーがかかった時なんですね。なので、本当にこのチャンネルではプレッシャーに関して、これは初めてではないんですけど、プレッシャーに関して の状況をお伝えさせていただく理由としては、パフォーマンスが出したい時に何をしたらいいのかっていう、ここでメンタルトレーニングみたいなのが一番活用されるところなんですね。で、なので本当に結論としては、技術ではないっていうこの戦略っていうことを皆さんが使っていただければいいかなと思います。で、本当にもうこのチャンネルでは、スポーツ心理学であったりとか、人がどういうふうに運動のスキルを効率よく獲得できるのかっていう、運動学習っていう結構面白い領域があるんですね。それ僕は今大学で教えてる、まあ、教員なんですけど、それを本当にもう余すとこなくお伝えしていくので、まだチャンネル登録されてない方はしていただけると嬉しいです。それではまた違う YouTube で皆さんお会いしましょう。 See you soon!